カズシンは日本の石川和弘と内藤真也により2000年に結成された作編曲音楽プロデュースユニットである。結成のきっかけとなったのは2000年テレビ朝日系スポーツドキュメンタリーゲットスポーツサウンドトラックの番組テーマ曲アメノのレコーディング過程であった。そのプロデュースを担当していた石川と編曲プログラマーに起用された内藤はその現場で 互いの音楽性に共感し、共通の趣味であるスポーツ談義によっても意気統合した。これを機に、二人は、カズシンとしての音楽活動を開始する。2008年には、日本水泳連盟公式アンセムとして、アルバム、水夢、ォービクトリーを手掛ける。日本選手権、国体など、全国の水泳会場で使用される。2011年には、報道ステーションの、 スポーツテーマ曲、一流放音セクションを迎えて、レコーディングが行われた、ムーブ・オ n や、新日本プロレスの内藤哲也や後藤宏志大木の入場テーマ曲も手掛ける。2012年からは、シンフォニックメタルバンドリブムーミーや、クラシカルクロスオーバーボーカルグループエスコールタの、アルバム楽曲提供やプロデュースで参加し、活動の場を広げている。2013年、8月より、 福岡で先行上映されている映画、空飛ぶ金魚と世界の秘密のエスコール他によって歌われる主題歌、一つの空の作曲と挿入歌、We Are The Bridge の編曲を手掛ける。ありがとうございます。